ね。早い。さっきより明るさまに早くなってます。早いよね。早い。あ、これはいい。ね。テリーさん、土屋さん、はい、突然なんですけど、何ですか？お二人は車のチューニングってしてますか？してるに決まってるでしょ。ですよね。俺は誰だと思ってる。だった、ね。だっただった。世界のドリキンだった。してない車ないもん。今まで。全部。18歳から今までしてない車がない、ノーマルが。あら、全部やる。それ今日、うん、そうそうそう、うん、で今回はチューニングの中でもちょっと ECU チューン、これをね、うん、深掘りしていきたいと思います。コンピューターが、そうそうそう、うん、ちょっとおさらいしますとね、うん、エンジンを制御するコンピューター、ECU のプログラムを変更することで、うん、馬力とかトルクとかを上げるチューニング方法のことを言うんですね。そうなんですか。はい、はい、であの以前特集したサブコンあったでしょ、うんうん、あれは ECU を書き換えないので少し方法が違います、うん、でか今回書き換えるんですか。そうなんですよ。はい、その ECU チューンをよく知るためにゲストの方を今日ちょっとお招きしております、はい、うん、埼玉の三郷市にありますメルセデスベンツの専門店オフィス M の代表取締役中川さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。とても社長とは思えない格好してますけどね。いやいや社長の反応もありますけど、スケッタみたいな格好してますけどね。違いますね。オフィス M ってどんな会社なんですか。我々はですね、埼玉県三郷市で、メルセデスベンツに特化したですね、チューニング、それからメンテナンス、はい、カスタム、まあ、あと車検だったりとか、うん、はい、あと車両の販売なんかをやらさせていただいているお店になっております。なるほど、はい、ベンツね人気ありますからね、はい、ECU チューンね、さっきから言ってますけど、どれくらい効果があるのかっていうのをちょっとね検証していきたいんですよね今日は。でまずあちらにある車は、あら、はい、中川さんに持ってきていただきました ECU チューンの検証に使用する車ですね。この車なんていう車ですか。メルセデス AMG GTR。 GTR? GTR、あ、そうか、普通の GTR よりもさらに上。そうで、もう1台ですね、もうすでに あちらはですね、チューニング済みの車なんですけども、はい、もうマフラーからコンピューターから全てチューニングしてありまして、うん、サーキット仕様になっている、我々の方でもちょっとお手伝いさせていただいている、うん、車両でございます。こちらの GTR だけでもすごいですよね、はい、これノーマルなんですか。こちら今ノーマルなんですよ。ノーマル、あえてノーマルで持ってきました。あえてノーマルの GTR と、はいはい、あちらはベースは GTS、はい、AMG GTS です、ね、S ですか、はい、なるほど。だベースとしたら GTR の方が高いですよ。そうですね、そうですよね。S の方がちょっと安いですよね。安いですね、はい。ただカスタムしてるからチューニングしてるから、はい、値段的には一緒ぐらい。そうですね、結構いってますね。こっちのメルセデスの AMG GTR だと、はい、このままレースできるからね。おすごいね。いや、そんな GT300 走ってるのがこれですよ。あー、ね、なるほど。スーパー GT。そうですね、そうですね、はい。これオリジナルの色ですよね。オリジナルの色ですね、うん、もうドノーマルですね。ね、はい、これいいね。綺麗でしょうね。カエルみたいだもんね。カエルみたいです。え、ちなみに褒めといてカエルかい。これじゃあ2台とも 4WS、はい、こちらだけ 4WS です。あちらは 4WS じゃないですね。R だけ 4WS。はい、R だけ。R と C が。GTC っていうのも 4WS がついてる。まず何から、はい、まず一つ目の検証いきたいと思うんですけど、一、はい、つ目の検証は加速力検証でございます、うん、これからですね AMG GTR をチューニングする前とした後で2回加速力検証をしまして、うん、どれぐらいスピードが変わるかっていうのをやってみたいと思います、うん、はい、ね、やってみましょう。そうで比較対象としてね、はい、AMG GTS もちょっと一緒に走らせようと思いますので、うん、はい、やってみたいと思います。まあ、ここだったら全然ね、0100から何からできちゃうもんね。でね、一人でいっぺんに2台運転できないので、うんうん、AMG GTR は土屋さん、うん、そして AMG GTS はもう番組でもすっかりおなじみですね、うん、世界の新井俊弘さんをまたお呼びしておりますので、なんか新井さんも番組入り浸ってますよね。そう、もう使ってます。お願いします、どうぞ、はい、さっきからこれずっと言うんじゃないですか。言いますよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします、はい、します。じゃあ加速力検証やってみたいと思います、はい。中古車買取ホット車買取専門店、高価査定はプロにお任せ。お手軽スマホ査定なら最短5分中古車買取ホットで検索。
それではチューニング後の AMG GTR の加速力検証でございます。果たしてどんなかな。はい、そしたら行きます。何馬力上がったんですか。60馬力アップ。さあどういう、ちょっと聞いてみましょうね。ね、そうですね。じゃあ土屋さん、はい、どうでした、はい、どうでした。いや、580馬力が650馬力になっちゃって、どっちみち速いからよく分かんないんだよね。そうですよ。ね、ECU 書き換えてくれたわけよ。ECU 書き換えて580馬力が650馬力になったんだけど、速いっていうのは変わんないからさ。確かに。いや本当に速いですよね。もうやだもん。だってトシさんのはさ、こうチューニングしてやるのよ、はい、もう本当サーキット仕様で、で富士1分50秒だっけ、はい、狙ってる車なんだ。だから700馬力以上あるの、うん、これはノーマルで580、うん、で今コンピューター書き換えてもらって650馬力、うん、だけどね、パワーもともとあるから分かんない。あ、ね、で見てる感じだとやっぱりね、650の伸びがありましたよ。あ、そう、はい、こっちの方は750なんだけどね。これね、多分タイヤがね、スリックタイヤなんですよ。スリックだからね。でここはやっぱりね、ちょっと怖い。そう、あのフラットな路面じゃないんで、そうそう砂もありますし、これがね、そうなの。だちょっとスリックタイヤにはあんまり適してないので、その分はあるのかなと思いますけど、単体で比べた場合伸びが違います。あ、そう、ハードルを使ったんですか。いやいや、もうオートマのまま。オートマのまま。高橋さん、今の見ててどうでした。どうでした。いや、すごいですね。早いですね。早いですね。さあ、そして、はい、2つ目の検証をちょっとやってみたいんですけど、うん、はい、まだやるのかい。そうなんですよ。2つ目はですね、サーキットコース走行でございます。やりました、ついに。あの、先ほどと同様に AMG GTR をチューニングする前と後で、この2回サーキットコースを走っていただいて、どれほどスピードとかフィーリングが変わるのか、はい、そして土屋さんがどう体感として違うかというのをですね、はい、やってみたいと思います、はい、で比較対象として AMG GTS も同時走行していきたいと思いますので、働かされてますね。よろしくお願いします。頑張ってください。はい、もうヘトヘト2人とも、ね、では検証スタートでございます。はい、
定してる。ああ、なんともないわ。怖い怖い。それなら跳ねます。そっちの方が跳ねる。だから S プラスから S にした。ああ、はいはい。俺そのままで、あれで足が変わると思わなくて、そこの高速なんか横でここに飛んで、これポン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 、うわやべよ。S プラスだとちょっと硬い。ねえ、跳ねますよね。S だね。たまげたー。冷や汗かいちゃう。いやー、だけど安定してる。安定してるね。すげえ安定してる。今ので580馬力で、今書き換えて650馬力そんなとこ使って走れないですよねすごい、いやー、速い。
ね。早い。さっきよりあからさまに速くなってます。早いよね。早い。やった。特に中低速からの立ち上がりは全然ブワーッと離れますもん。伸びがね。そう。そう、あれなんかさっきより速いぞ。はい、いかがでしたか。いや、なんかね、はい、やっぱ580馬力よりは650馬力の方が上がこうなんか伸びてくような気がする。そう、上が多分伸びてるんですよ。ね、離れていくのバーって。わかりますか。わかります、わかります。あなたのは750馬力ですよ。いやいや、もうそういう褒めたいでも僕いりません、そんなに。いや、だけどさ、600とか700って違うんですか。あのね、この0100やった時はその580馬力から650馬力になって、なんか早いのかなぐらい、はい、だけど1周にしたらやっぱり2速3速ってこう伸びていくじゃない、ね、3速4速、うん、その時にグーッとこう来る、おそう離れますもんね、やっぱり伸びが違いますよね、やっぱね、うんうん、だからなんだろう、隙も良くなってるし、うん、トルクのトルクバンドが変わってるよね。なるほど、レスポンスが良いんだ、聞いてみたら狙い通り、狙い通りです。安心しましたか。安心しました。安心しました。ちょっとあの0、200の時はちょっとやめって思ったんですけど、ね、こっち勝っちゃったもんね。だからやっぱこう一周にすると伸びていくよね、はい、あもっとだから上はやっぱ速くなってますよね、そう、はい、でこの60馬力アップでいくらなんですか、はい、これがですね、29万7千円ですね。リーズナブルだ、はい、リーズナブルですね。俺もっと持ってくるのかと思ったの、はい、いやいや持ってくる、これってあれ買えるんですか今でも。どうですか、あのそちらチューニングですか、うん、あできます、大丈夫です、はい、はい、現車はあるの。あ現車は今はないです、はい、もうこれは売りますけども欲しいんだったら、はい、なるほど。え、トシさんどうでした一周あの車で。いやもうね、早すぎて、うん、でもねバランスがすごくいいんですよ、うん、私たまげてこの AMG GT って、うん、ほんの大きい割にねちゃんとタイトコーナーハンドルギアで曲がってくるんですよ、うん、そうすごいねバランスはいいんです。よかった、よかった、よかった、うん、スリックタイヤも大丈夫だった。そうそう、結構大丈夫。頭ってくればね。なるほどね。よかったよかった。どうですか今回ね。ね、今回 ECU 中深掘りしてきましたけど、ECU 中どうですかね。60馬力上がるっていうのは、これは安い。そうだよね。いいで値段が29万。この車は29万7千円です、ね、はい。車によっては、9万9千円から。え、はい、そうなの。あります。はい。はい、ちなみに9万9千円何の車なんですか。いいよ。普通の A45 とか。JDM より安いよ。ね、そうですよね、日本車だとさ、もっともったくるもんね、もっともっと高いですもんね、うん、A459 万9000円だって、ね、日常でも分かるんですかそのさ、分かる分かる、だからさっきとって普通の方は来ないじゃないですか、うん、日々のなんかね信号から出始めで多分分かる、はい、あとさ、高速の合流とかで、あそうそう、バンって踏んだ時にギュッとくるから、なるほどなるほど、楽だよ、ぜひやってもらいたいですね、はい、楽ですね、楽、この燃費も良くなります、燃費も良くなります、街乗りすると燃費です、やっぱりパワーが上がるんで、その分踏まなくなるんですよ、圧力なので、はい、高速で 1.5 キロぐらい燃費上がったなっていうふうに、いいことずくめですね、はい、なるほどね、じゃあ早いばっかりじゃなくて、でも踏むと、高速で踏むと燃費悪いです、それは踏まないと燃費悪いです、それはどんな車でもいいです、はい、ね、普段使いは燃費良くなって、やれる時は行くぞ、みたいな、はい、ありがとうございました、ありがとうございました、ありがとうございました、いや、これはいいね、お知らせがあります。この度アヘッドモーターサービスでは新たに一緒に戦ってくれる仲間を募集しています。モータースポーツはじめ、まあ、チューニングもやってるじゃないですか、はい、うちら、そうですね、まあ、車両販売からさまざまな自動車事業をやる中でモータースポーツをいじった経験が普通にお客様にフィードバックされて、まあ、チューニングも含めてあの提案させていただいてるんですけども、うん、まあ、ぜひあのうちらのチームに入って一緒に働いてみませんかということで、はい、そうですね、あの、はい、本当にね、あの AJRT の活動も通してですけれども、まあ、あとはね、あのテリー氏の車の話という、ね、そうですね、番組にもね、あのたくさんいろいろと協力もさせていただいてというところで、ここでしかできない経験皆さんありますので、ぜひね、あの振るってご応募いただきたいところでございます、はい、そして、そして、ブレス、お、はい、あの板金塗装で、おなじみのブレスも一緒に、働いていただける仲間を募集しています、まあ、今もね、あの塗装部も板金部も、ね、稼働していますけれども、まあ、そうですね、はい、みんなでね、やっぱり盛り上げていきたいなというふうに我々思ってますので、はい、一緒にですね、楽しく働ける仲間募集していますので、はい、ぜひこちらをクリックしてください。特に今年はですね、チャンピオン取りますからね、皆さんチャンピオンの位置になりませんか、はい、車のことならアヘッド。ガスタムカー中古車販売開店ならアヘッド。
買取専門店、改造車買取本舗。高価査定、カスタムパーツ大歓迎。お手軽スマホ査定なら最短5分、改造車買取本舗で検索。車の話番組 YouTube では未公開映像や特別映像を公開しています。チャンネル登録お願いします。